Rise on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみララララララライスオンミー。どうもダメダメおじさんにむらです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、私にむらが、ホイップさんの彼女といろいろとちょっと対談インタビューをさせてもらう、いよいよ今回最終回ということになりますけれども、うん、寂しいですね。ちょっと寂しいね。あ、寂しいですか。なんかちょっと慣れてきたかな。あ、なるほど。まあ決してね、こうネガティブな話だけじゃなくて、うん、こうポジティブなところというのも存分にありますのでね、はい、まあいろいろ気持ち揺さぶられる部分はあるかもしれませんが、いや確かにアップダウンは激しいね。やっぱ知らん事実ここで突きつけられるからね。まあでもだからこそね、あのより距離が近づけられるチャンスですから、やっぱ人にしか話せないこと、本人に話せないこととかもありますからね、はい、で今回最後になりますけど、うん、まあ、今回も変わらず、まあ、いよいよ右ストレートもバチンと合わせられるかと思いますので、強めのやつが来るんだ、はい、まあ、今回そして最後ですから、やっぱりもともとのこのインタビューの目的であるホイップボヤのことをなおちゃんは本当に好きなのかという、うん、こういうところもね、本当の実は本題としてありますんで、なるほど、まあ、いよいよ最終回最後も締めますんで、はい、ぜひちょっと最後まで皆さんお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。動画で皆さん見れますんでね、うん、ぜひ見ていただければということで、それでは行きましょう、はい、スタートです。ちょこちょこした喧嘩って逆にあるんですか。ちょこちょこした喧嘩は、うん、時間にルーズなところ。ああ、ホイップさんが。そうですね。おう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 、ちょっと行ったこととかが。へえ、あ、それ待ち合わせとかで。そうですね。遅れたりとか。はい。そういうふうに、まあ、それってもうでも 100-0 でホイップボヤが悪いじゃないですか。それ、なおちゃんは言うわけですよね。ちょっと、もうちょっと、時間守ってよ、みたいな。はい。ホイップボヤどういうリアクションするんですか。なんかちょっと、未だに、もやもやしてる、ことがあって。はいはい、私が結構そのデートの待ち合わせするときに、うん、今新宿駅だからもうすぐ着くっていうふうに連絡入れるんですけど、うんうん、そのことについてホイップ坊やの方から、うん、いやもうすぐじゃわかんないよっていうふうに言われて、はいはいはい、あと5分で着くとか、うんうん、そういう言い方しないっていうふうに、うんうん、具体的な時間を出せと。そうですね、うんうんうん、まあでもそれ言われて、まあその方が分かりやすいかと思って、私もそういう風に、あと10分で着くよとかいう風に連絡するようにして、うん、で確かにホイップ坊やも、その、待ち合わせするときに、あと15分で着くよとか連絡くれるんですけど、絶対15分で着かない。具体的な時間は出すけど、そうですね、そもそもまずそれが守られてねえだろうっていう。そうですね。あ、それがちょっと、もやもやします。いや、実際本当にもやもやしてるんだろうなと思うのは、はい、このトーク中、ホイップ坊やって呼びましたもん。さっきまでしゅんくんだったのに、突然ここからホイップ坊やって距離を置き出してるから、よっぽどもやもやしてるんだろうなとは思って今聞いてましたけど、あ、そうか。具体的な時間を出すは出すけど、はい、まずそもそも守ってねえだろうっていう、そうですね。言い分がね。いや、それはなおちゃんおっしゃる通りですよ。僕はそもそも、はい、なおちゃんがその怒られたっていうね、そのもうすぐ着くよ、いやいや、それ具体的に時間出せよって、はい、僕も怒られるんですよ。あ、そうなんですか。ホイップ坊やに、はい、もうちょっとで着くよとか、何分とか言ってください。はい、うるせえって話ですよね。そう思いません。大体わかるだろうっていう、5分ぐらい着くだろうそんなもんっていうね。そうですね。ね、私も一応新宿にいるからもうすぐだよって言ってるんで、ね、じゃああと10分かとかわかるかなって。そうそうそう。言うほどの範囲のね、そっからじゃあ1時間なわけないだろうとかね。ありますよね。細かいんですよ。ちょっと待ってくださいよ。二村さん、陰口で盛り上がってんじゃないよ。俺の陰口でさ。ここは本当にただ陰口だった。楽しそうですな。わかるーと思って。じゃあさ、言わしてもらうならですよ。はい、もうすぐ着くよって言ったら何分？いや、が5分から10分ですよ。へえ、沖縄の人だったら30分かもよ。
沖縄の人じゃねえから。いや、で、なおちゃんの、いや、あなたのそっちに関してどう弁解するんですか？あと15分で着くよとは、確かにあなたは具体的な数字を言うかもしれない。でもそもそも15分で着かない。うん。これについてはどうですか？それに関しては本当に申し訳ないと思ってる。ごめんなさい。シンプルな謝罪。すまん。でもさ、まあ、見込みがある、うんうん、それはあと15分で着くっていう嘘の希望の光なんだけど、希望の光は見えといた方がさ待てるじゃん。いやいやいや、それは苦しいよ。終わりのない5メートルと終わりが見えている10キロのマラソン。いや、どっち？いや、それだって、それはそれでイラッとするもん。イラッと具合が一緒だと思う。だとしたら。だって15分って言って遅れんのかいっていうイラッとあるからね。申し訳ない。普通はちょっと多めに言ったりするわけで。でもやっぱり僕も一回、その何分で着くか言ってくれるとありがたいって言ったんですけど、うんうん、まあよくよく考えれば俺むちゃくちゃ遅刻してんなと思って。いや本当ですよ、うん、お互い様だなと思って。本当に最近はあんまり言わないようにしてます。指摘しないようにしてる、うん、僕でもそれであとびっくりしたのが、それこそさっきねこの VTR で言ってる、僕もねよくその保育さんに怒られる、うん、もうすぐ着くよって言った、あともうちょっと具体的に数字出してくれって言うじゃない、うん、それはでもお互いの関係性上ね、うん、まあそういうビジネスとかにも生きてくる話というか、うん、確かに具体的な数字言う方が相手に親切だ、それは確かにごもっともだなと思うんだけど、彼女にも言うんだっていう、そこは衝撃を覚えました。あ、相手見境ないんだ。彼女ぐらいそこ多めに見るとか、そういう寛容性全くないんだこの人っていう。同じ強さで人殴るんですわ俺は。それはびっくりしましたね。いやいや確かにな、なおちゃん相手でも何分って言ってって言うんだ。いやそんな語気強くないですけど。そんな語気強くないですけど。そういうちょっと驚きな情報でしたね。いやこれはグサッとくるね。で、あーやっぱもやついてたんだ。あの時一瞬ピリついた空気流れたから俺言った時。結構この話が一番本人にとってもやもやポイントです。一番、第一位らしいです。なるほど。うん。いや、申し訳ない。ちょっと改めますね。うん、自分に甘く人に厳しいのダメだね。そうね。ほんとだ、ね。まあ、俺は気をつけてください。うん、はい、じゃあ続いていきます。でも、どうなんですか？一番の、こう、なんか仲直り法とかあります？こう、ちょっとね、ギスギスしちゃった時に。はい。二人で、なんか、こう、まあ、しっかりまた元に戻る、なんか、二人だけの方法とか、なんかありますか？でも結構、喧嘩になっちゃうと、お互い、うん、もう黙っちゃって、ずっと沈黙になっちゃうんですけど、はいはい、結構しゅんくんの方から、声かけてきてくれて、うんうん、やっぱり考えたけど、俺のああいうところが悪かったから、ごめんねっていう風に声かけてくれることが多くて、で、私もごめんねっていう風に言って、握手して仲直りします。握手しますね。結構握手しますね。結構握手する。はい。どういう、何なんですか、握手っていうの。握手、お互いごめんねっていうふうに言って、うん、これからもよろしくって言って握手します。なんか、カップルだし、それこそキスとか、はい、でもいいわけじゃないですか。そうですね。なんでそのなんか首脳会談みたいな、まあ、そうですね。感じに。それなんか、二人の中の、何か仲直りは握手みたいな。そうですね。いけると思いますね。はい。首脳会談っていいフレーズ出したよ。いや、もう、まあ、そうだけど、自分で言わなくていいじゃん。いや、俺も、面白いなと思ったけどさ、自分でもお気に入りだった、うん。これはいいの出したな。二村さん、ここを止めるポイントじゃないんですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。続けます。すいません。なんか見た目の好きなところとかあります？あ、見た目、いっぱいありますね。うん、一番好きなのは、口元がすごい好きです。ほう。ホイップバイの口元が好き。はい。すごい、出っ歯が私、好きなんですけど。おう。可愛らしい出っ歯をしてるなっていうふうに。ホイップバイさんの出っ歯が可愛い。はい。見た目でもそうか。歯の部分が可愛いって言ったらもうね。はい。そしたらもう全身どこも好きでしょ。そうですね。ねえ。はい。いや、まあ、一般的に考えてホイップブラってイケメンっていう部類じゃないじゃないですか。
なおちゃん的にはどうなんですか？あ、でもイケメンだなって思います。なんか、マッキーですね、随分と。あれ？はい。イケメン、ホイップ坊やは。イケメンですね。なんか、ふとした瞬間に、かっこいいって思う時が。いやー、すごいでしょ。うん。二村さん、機嫌な顔やめてもらっていいですか？いいじゃん。いや、びっくりしたよ。いや、中身の部分をいろいろと好きですとか、うん、ね、今までのこう関係性として好きですはわかるけど、うん、イケメンで、うん、今でも時折ふっと見せるその表情が、うん、かっこいいって思わせる時があると。嬉しいこと言ってくれるよ。どこ？どこじゃない。どこなの？写真撮って送ってきてほしい。あと、二村さんさ、ちょいちょいさ、失礼な発言多い。何が？デッパー愛せたら他全部ありっすねとかさ。何かよ、俺のデッパー一番ダメなポイントかい。なんか、うんこ食えたら何でもいけますもんね、じゃないんだよ。そうね、ちょっとそういう言い方にはなっちゃってたな、うん、そう、うんうん、さらっとイケメンの部類ではないじゃないですか。わかんないよ、そんなの。決めつけないでくれる？俺の可能性を狭めるな。わからんよ。一般的にはね、うん、一般的にはそうじゃない。まあね、実際モテてきてないんだからさ。まあ確かにですよ。そうでしょ。いや、でもこれぐらい本当にもう愛してやまない存在だということですから、いよいよここからもうゴールに向かっていきますんで、はい、はい、ちょっとね、せっかく今日ね、いろいろお付き合いいただいたので、はい、最後、ちょっとホイップ坊やに、はい、なんかメッセージというか、はい、愛のメッセージをいただいてもいいですか、じゃあ。はい。はい。しゅんくん、いつも、一緒にいてくれてありがとう。私はしゅんくんと、付き合って本当に毎日楽しいことばっかなので本当に感謝してます。これからもよろしくお願いします。あー、すごいわ。できた、できた彼女だね。そうですか。じゃあ本当にまあまあなんかね、実際にホイップ坊や自身がなおちゃんと気持ち上がりませんなんて言ってましたけど、はい、まあ本当にそこはお互いちゃんと今付き合って、はい、ちゃんと二人でラブラブに付き合えてるということで、はい、よろしいですね。はい。わかりました。止めますね。はい。泣いていいですか？泣いてよか？ここは泣いていいよ。ここは泣いていい。ありがたい。嬉しい。ありがたき幸せだろ、ここ。ああ、本当だ。ありがたき幸せ。本当のありがたき幸せ。本当だよね。いや、でも本当にそうでしたね。すごいでしょ。嬉しいですね。ねえ。だからまあ、もともとのこのインタビューの目的である、彼女が好きなんですかに関しては、もうイエスということがね、はっきりとここで出たわけですよ。いや、二村さん、いいインタビューありがとうございます。本当に。まだ終わってないですから。一応最後まで行きましょう。わ、はい、かりました。じゃあありがとうございます。今日はいろいろと時間いただきまして、なおちゃん、もうちょっとごめんなさい、我慢できないんで最後に、はい、これで質問いいですか。はい。ホイップ坊やがね、いつも番組で自分の一物をでかいって言うんですよ。はい。俺はでかいって。はい。どうですか。普通。今回のインタビュー、なおちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この女性は嘘をついています。巨大です。いや、もうそれは認めません。この女性はこの映像の中で唯一嘘をつきました。巨大です。違います。ホイップさん。普通です。巨大なんです。あなたは普通なんです。いいですか？大きくもないし、ちっちゃくもないんです。普通なんです。一番嫌だな。ちっちゃいって言われた方がまだ良かったな。いや普通なんか。そうでした。ということでした。いや、何聞いてんだよ、最後に。一番最後に聞くやつじゃないだろ、これ。
一番聞きたかったことかもしれない。今まで長々聞いてきたけど、この質問のためにあったと。温めるだけ温めて。ただの前振りだった。ということで、いや、本当にでもね、これ改めてですけど、はい、なおちゃん、本当にこれロングインタビューお付き合いいただきまして、うん、いや、本当に感謝してますよ。いや、ありがとうございます、うん、本当に。一般の子ですからね。そうですね。それがこうやっていろいろと腹割って喋ってくれたということで、うん、本当にありがたいなと思いますし、ありがとう。まあ、このインタビュー聞いて、ホープさんどうですか？いや、俺ね、本当にね、今すぐ会いに行って感謝の気持ちを述べたいね。うん。俺もこう思ってるよっていうのをね。うん、ね。まあホイップさん自体はもともと大好きでしたからね、うん、より向こうもその同じ気持ちでぶつかってくれてるっていうのは分かりましたから。そうですね、だからさ、うん、僕は自信がないタイプだから自己評価低いから、うん、すぐ自分が楽しいってことは相手は我慢してんじゃないかって思っちゃうけど、うん、自分が楽しい時は相手も楽しいっていう場合もあるんだね。うん、そういうことですよ、うん、それは一つね勉強になったというか、はい、一個成長できたってことでいいんじゃないですか、うん、どうですか、会ったらどうします？まずは真っ先に、え、足洗うから。えらい成長している。俺の足臭いからさ。嫌味のように洗うなよ、まず足洗いますとかやめろよ。そんな意地悪じゃねえし、小学生みたいな言い方するか。ということで、皆さん、まあ、今回本当にね、なおちゃんに協力していただいて、ちょっとこういうスペシャル企画ということで、うん、3回にわたってお送りさせていただきました。はい、皆さん、ぜひ感想をいただけたら嬉しいなと思いますので、うん、YouTube のコメントもしくは Twitter でね、ハッシュタグライスオミをつけてコメントいただけたら嬉しいなと思います。というわけで、以上、私、ニムラと、そして普通の、ホイップボヤがお送りしました。ライスですけどね。ライスオミでございました。ありがとうございました。